はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以前よりですね、腸内環境のお話とかでもね出てきた、ここ最近ではヨーグルトのお話出てきたかな、プロバイオティクスというものとですね、そしてその大腸から出るホルモンが脳に効くというお話とかね、ごぼうなどの食物繊維のお話で出てきたね、プレバイオティクスっていうのがあります。で、このね、プロバイオティクスとプレバイオティクスとではですね、ローかレーしかね違わないんですけどもね、それぞれね、それなりに共通点はあるんですけども、実はね全く別物なんですよね。そしてね、全く別物なのでですね、最近ではですね、この2つが合体してシンバイオティクスというものも存在しています。もうね、わけわかりませんよね。僕もね、これまでの動画でたびたび出てきたそれぞれに対してですね、この前も出てきたけど皆さんにちゃんと伝わってるかなって思ってたんですよ。なのでね、今回はですね、改めましてね、それぞれのお話をさせてもらいます。ここ最近になってね、その健康づくりにおけるその腸内環境のね重要性にね、またね注目が集まっています。過去にはですね、まだインターネットなどがね盛んではなかったで、20、30年前ですかね、ほんの20、30年前ぐらいからですね、腸内環境を整えることがね、美容と健康へのね近道だというね謳い文句でですね、当時ね業績がこううなぎ登りだったね、会員制のカタログ通信販売会社をね運営している某各企業がですね、詐欺まがいなことをしてね、販売し始めたのがね、この健康ビジネスのね先駆けでした。しかしね、時が立つにつれてですね、医療の発展のともにですね、美容と健康についてもね研究が進められていってね、医学的根拠をもとにさまざまな商品が開発されてきました。そしてそんなね、その美容と健康の歴史をね覚えていてね、僕のようにこう振り返れるのはね、ごくごくわずかな人しかいてないと思うんです。あの頃からね、こう比べたらですよ、今はどれもね、いいようにね思いますしね、あの頃の商品たちっていうのはね、ほとんど今消えてますけどね、その中でもね、今でも人気ある商品も中にはあるんですよね。で、そんなたくさんのね美容と健康に関するもので、ね、揺るがないことがあります。それはですね、人間に対してということです。人間というのはですね、生物学的に言いますとですね、ほんの2、30年ではですね、目まぐるしい進化というのをね遂げたわけではないですので、根本のね人間の体はね全く変わっておりません。それはね、当時の若者とね今の若者を比べればですよ、平均身長はね、その顔の大きさとかっていうのは、あと、スタイルの良さなどはね、それは食事の欧米化によってね、手足が長くなったりとか、少しはねその欧米人寄りになってきてますけどもね、内臓など各細胞っていうのがね進化や退化をねしてるわけではありません。誰かね、その過去からね比べて背中に羽が生えてきたぜっていう人とかねいませんよね。なのでね、人間に対するね美容と健康はね、結局のところね、今のところまだね変わってないんですよ。そんなね、昔から取り上げられてきたね腸内環境のお話っていうのはですね、今でもですね、そのテレビ番組や雑誌などでね数多く取り上げられてまして、腸内細菌層を表すね腸内フローラーという言葉もね周知されるようになりました。またね、腸内環境を改善するね機能性を持ったね食品の人気もね、高くてね、次から次へと新商品が発売されていてね、そのスピードっていうのはね速くなる一方なんです。そこで今回はですね、腸内環境の改善のキーワードともいえるね3つの用語、プロバイオティクス、プレバイオティクス、シンバイオティクスについてお話ししていきますね。いつもね前振りが長くて申し訳ございません。で、まずはですね、生きた菌を阻止するプロバイオティクスでございます。プロバイオティクスというのはですね、有害な病原細菌っていうのをね抑制するね抗生物質、アンチバイオティクスに対して提唱された概念で、1989年のイギリスのね微生物学者フラーによってですね、腸内フローラーのバランスを改善することによって宿主の健康に有益に働く、生きた微生物として定義されました。つまりですね、腸内環境を良くすることによってですね、我々人間の健康に役立つ微生物がプロバイオティクスなんです。で、プロバイオティクスの食品としてですね、生きた菌が含まれるヨーグルトなどの発酵乳、納豆が挙げられます。そしてプロバイオティクスにはですね、次のような条件が、ね、求められます。安全であること、人の腸内フローラムを構成する細菌であること、で、胃液胆汁などに耐えて生きたまま腸に到達すること、で、腸内で繁殖できること、で、人に対して明らかに有用であること、食品などの形で有効な菌数っていうのを維持できること、取り扱いが安価であること、そこそこね条件が多いんですけどもね、ヨーグルトと納豆がプロバイオティクスとだけね覚えてくれてたらね何の問題もありません。
ません。そんなプロバイオティクスの効果としてですね、便秘や下痢などのね、乳糖不耐症の改善効果とかね、免疫機能の改善によるね、感染防護やね、アレルギーの抑制効果などが報告されています。そして次はですね、腸内細菌の餌になるプレバイオティクスなんですけどもね、プレバイオティクスというのはですね、1994年にですね、イギリスの微生物学者ギブソンとね、ローバー・フロイドによってね、提唱された概念で、大腸の特定の細菌を増殖させることによって、宿主に有益に働く食品成分として定義されています。つまりですね、プロバイオティクスが菌そのものの作用によってね、腸内環境を改善するのに対して、プレバイオティクスは有用な腸内細菌の餌となる食品成分を摂取することによって腸内環境を改善するということなんです。プレバイオティクスにはですね、次のような条件が求められましてですね、オリゴ糖などがね、よくね利用されています。消化管上部で分解吸収されないこと、大腸に共生するビフィズス菌などの有益な細菌の栄養源となってそれらの細菌の増殖を促進すること、腸内フローラを健康的な構成に改善できること、人の健康に対して有益に作用すること、ここでね忘れてはいけないのがですね、腸内フローラの餌であってですね、栄養源である食物繊維ですよね。なのでね、オリゴ糖と食物繊維がプレバイオティクスと覚えてください。で、最後にですね、プロバイオティクスとプレバイオティクスの双方を組み合わせたシンバイオティクスなんですけどもね、これはね、1995年にね、微生物学者のね、先ほども出てきたギブソンさんらによってですね、提唱されました。腸内フローラのバランスを整える生き出す菌であるね、プレバイオティクスと、腸内のね、有用な菌の餌になるね、プレバイオティクスを同時に摂取することで、より効果的に腸内環境を改善して健康増進に役立てると考えられています。でね、その医療の現場ではですね、感染防護やね、炎症抑制などにね、このシンバイオティクスがね、応用されています。でシンバイオティクスというのはですね、ヨーグルトにね、オリゴ糖をかければね、即興シンバイオティクスの完成です。でこう聞くとですね、結構なんか身近なねものでね、簡単に美容と健康が手に入ると思えばですね、少しは気が楽になると思いませんか。まあ今回のね、動画の最初の方でお話ししたね、会員制のカタログ通販でしょ、買えなかったものとかね、まあ、今もなお進化を遂げて販売されている美容と健康に関する商品といえばですね、まあほとんどが今サプリメントなんですけどもね、僕はね、その病気の関係でね、サプリメントやプロテインというのを取ることができませんのでね、納豆やヨーグルトやオリゴ糖ね、そして野菜でね、体の健康をね取り戻しています。でまあこれら食材もですね、各サプリメントもね、いろんなね種類があって、全てが誰にでもね体に良い効果が得られるとはね限りませんのでね、その中でいろいろね試してもらってね、自分に合ったものをね、こう見つけてもらって美容と健康に使ってくればいいかなと思っております。そんな感じでね、プロバイオティクスとプレバイオティクス、それらを組み合わせたシンバイオティクスのお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。